クロルプロマジン換算は、主に抗精神病薬と言われる一群の薬について、その薬理作用を大まかに比較するために用いる換算方法である。換算の基準は、最初の抗精神病薬であるクロルプロマジンであり、他の薬の量をクロルプロマジン何ミリグラム相当のように算出する方法である。クロルプロマジンへの換算で、現在どれくらいの抗精神病薬が用いられて、 いるかの目安となる。薬剤を抗精神病薬管で変更する際や、離脱症状に注意して減量する際の減量幅の目安となる。薬剤の様々な作用特徴や代謝経路、個人の体質による代謝のされ方は全く同一ではないので、あくまで目安である。国立精神神経医療研究センターの抗精神病薬の多剤大量処方の安全で、 効果的な是正に関する臨床研究によって薬剤の原料法を試験し2013年にスキャブポーという手法が開発されそこで CB 間産地が推定されているクロルプロマジン 100mg と等10価になる薬の量が 0mg という一覧表が用意されている例えば薬 A を投与されていた患者が副作用などの理由で 薬 B に切り替えるときの投与量を算出するという場合にも使用される。薬 A、薬 B の CP 間産地がそれぞれ 2.5mg、4mg のとき薬 A を 10mg 用いていた場合は CP400mg に相当するため薬 B は 16mg 用いることになる。統合失調症に対する抗精神病薬の適正量は クロルプロマジンに換算して 600mg 前後であり、1000mg 以上の多剤大量処方の是正を目標にしている。稲垣中、稲田俊也、藤安夫、八木豪平、吉尾隆、中村博之、山内恒光著、厚生新薬の10日換算性は書店、1999年。 ISBN 9兆7847億9110万3973ありがとうございます。